は。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じ。皆さんこんにちは、岡田真央です。今回はダゾーンさんとのコラボということで、沖縄にやってさせていただきました。岡田真央です。すいません、よかった、間に合って、まだまだ間に合ってますから。なんか急遽お店が見つかんないってことで練り歩いてお店を探すということになりました。はい、というわけでいろいろ歩いたんですけどここに決めました。すごい短い範囲をねちょっとくるって回ったんですけど。よろしくお願いします。乾杯。これ太陽の入るんだよ。大分は落とした。タンパク質なんで健康、うん、勝利ってあるの？分からないな。この村は赤ワインで辛くて、うん、ご飯食べ終わりました。お腹いっぱいになりました。美味しかったです、沖縄料理で。今日はもうこれで散歩してホテルに戻ります。明日はいよいよ代表戦ということでめっちゃ楽しみなんですけど、まあ、その前に代表戦までちょっと時間があるのでバスケもちょっとしたいなと思ってます。その前にでバスケして夕方の代表戦に備えたいと思います。楽しみです。おやすみなさい。はい、会場に着きました。こちらでワールドカップのアジア地区予選が18時から始まります。こちらダゾーンで放送されますので、ちょっともう一回ですか。はい、というわけで本日日本代表がカザフスタンと戦う会場に着きました。沖縄アリーナです。今続々とお客さんが入ってるわけですけれども、この後、あ、こんにちは。すごい、本当ですか、ありがとうございます。知ってくれてる人いる。はい、というわけで日本代表がカザフスタンと戦うということで、私も会場で代表戦見に行きたいと思います。はい、というわけでホテルに帰ってきました。代表戦が終わってご飯も食べてね、ゆっくりしてる時間なんですけど、お風呂入る前です。今日は朝から撮影で、朝7時にホテルを出てアラハビーチに行って、少年とワンワンして、あとシューターおじいちゃんに教育を受けながらシューティングして、そしてそれが終わってから、まあ、ホテルに帰ってきてちょっと仕事をしてから、代表戦に向かって代表戦のレポートして、そしてご飯行って今ここです。今12時過ぎかな。長かった。でもすっごい楽しかったです。本当になかなかね、レポーターとかって難しいですけど、いろんなことこう頭の中ではねすごいいっぱい思ってることあっても、それをね言葉にするってすごい難しいなって、まあ、毎回レポーターの仕事するたびに思うんですけど、それを簡潔に分かりやすく伝えるみたいな、まあ、こればっかりはプロとかではないのでねあれなんですけど、まあ、バスケをしてる身として、まあ、感じたこととかが少しでもあれば伝わってくれればいいなと思ってます。で、ここからね、この今日見た代表戦の話をちょっとしたいなと思って、動画を回してるんですけど、そもそもまず日本代表勝ちましたね、おめでとうございます。うるせえ、ごめん、あ、うるせえ、先生勝ったんですよ、カザフスタン戦ね。あ、皆さんご承知の通り結構大差25点差ぐらいで勝ちました。もう73対48かなぐらいですね、最後は。今回のメンバーは藤井選手を入れてるのが私はすごく楽しいなと思ってました。なんでかっていうと、私本当にファジーカス選手がトムヘッドコーチのファイブアウトとかストレッチングフォーとかそういうプレースタイルのチームに合うのかなっていうのがそもそもあったので、どういう風に日本代表はファジーカスさんを入れたらなるんだろうって思って見てたんですね。後から聞いた話、ファジーカス選手はそのチームに合流して本当に1日2日とかもうすぐだったので、やっぱチームのプレーとかはなかなかできてないままに試合をしたので、ファイブアウトとかではなかったですね、ファジーカス選手が出た時は。でもやっぱりファジーカス選手がいる時はそこを起点とした攻めとかも
たくさんあって、まあ、藤井風選手が入ることによってその大きさという部分で、日本のハンデがちょっと少なくなるなというのは感じました。やっぱリバウンドの面でもだし、その1人じゃ守れない選手を、まあ、藤井風選手だったらゴール下で1人で守れたりとか、とても安心感のある選手だなと思って見てました。久しぶりの代表戦見れてすごく楽しかったです。あと今回の試合で思ったのは、あの河村勇輝くんすげーってやつですね一番最年少でなんていうかチームを引っ張るようなプレーするってどういうモチベーションでやってるんですかっていうことを聞いたんですけど、やっぱりコートの中では年齢は関係ないと思ってるっていう、もうそうですよねそうなんですよ。いや当たり前の話ではあるんですけど、それが本当に実行できてる選手だなっていうか、その上の人に頼らないっていうか、自分にできることで自分がチームを引っ張るっていう、まあ、それこそ渡辺優太選手とか馬場選手とかだってね、まあ、年下の時からチームを引っ張るようなことをしてるような選手だとは思うんですけど、本当ディフェンスが本当にすごかったんですよ。フィジカルが、まあ、ちっちゃいじゃないですか、河村選手あんなちっちゃいのにめっちゃしっかりしてて、相手のねドライブとかもガンガンこう止めてたし、正面で体を当ててねしっかり止めてるし、負けなくて押されたりもしないし、でフィジカル強いからね、カットスティールとかもめちゃくちゃしてたし、リバウンドもしてましたね。それはいろいろなあの条件があって、他の周りの人たちがボックスアウトしたか自分が飛び込むみたいなとこもあったし、大きい選手が取ったやつをこうバーンって下で弾いたりとか、あれうまいですよね。まあ、富樫選手とかももちろんうまいんですけど、河村勇輝選手めっちゃこの相手が取った瞬間とか、ドリブルのその下のところとか、あの後ろから取るとかね、河村選手の得意なやつ、ちっちゃさをあまり感じさせないというか、むしろそれも武器にして、でスピードがあって視野も広くて、カバーされるってすごくないですか。そのまあ大きい選手がディフェンスついてたら、もし抜かれたとしても後ろからブロックとかできるわけじゃないですか。まあもちろん河村勇輝選手もブロックされる時もあったんですよ、あったけど、でもやっぱそのカバーしないと打たれるって思うぐらいのスピードで抜けてるってことなんですよね。上の方で抜けてるっていうのかな、後ろについてけてたらそんなにカバーいかなくてもいいかもしれないですけど、まあもうその打たれるって思わせるぐらいのスピードで抜いてるの位置でタイミングで抜いてるから、カバーがやって、でちゃんと遠いところのスリーポイント見えてるみたいな、若いのに本当にうまい、もうすごい感心しちゃいました、改めて今回の代表戦で。あとは須田選手もあのスリーポイントめちゃめちゃ入ってるじゃないですか。最近シューターってイメージそんな今までなかったと思うんですよ、代表戦の前でも。あそこまでなんかクイックシュートが入るような選手で、もうまあそのトムさんのバスケがこうあるからこそ迷いなく打てる、その打つべき時に打つっていう、空いたら打つとかいうのがあるから、ああいう風に打ててるし、それがまあちゃんと入るっていうね。もうというわけでこんな感じでいっぱい喋りましたけれども、もうね夜なので寝たいと思います。ダゾーンの皆さん本当にありがとうございました。また来年のワールドカップもすごく楽しみにしているので、沖縄で開催されるワールドカップを楽しみにしてましょう。それではありがとうございました。お風呂入ってきます。男子が沖縄アリーナで、うん、あのアジア予選やるんですよ、ワールドカップの、うん、本気出さないでください。いや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 、絶対うまいやんその感じ。本気出された無理無理あ、わかりました。